斎藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国司となった。道三との同盟関係が追放に帰した織田家は、斎藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。全ては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、近い異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍のまたざがいる限り万に一つも負けはねえ。武変のことは利家さんに、猿知恵がいるならこの秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁にはご家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。マタザにそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。あ今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもち、村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに、大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ、信行に。とにかく今は、乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたい。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございます。よかろう、行け秀吉。御意。一丁手柄を立ててくるか。よし。信長様、信行殿の兵が多勢、清津町に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。待たぞ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。よし、行くか。くらっとけ。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。血のつながった者同士で愛を争う、毒も同じようなものに。
その勢いのまま敵を蹴散らせ。打ち死に。エッグだ。オレア。キャルだ。またザメ。今日も暴れているな。ザコども邪魔すんじゃねえ。オレア。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。進め、兄上の勢いをそぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。捨て置くことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せて。おいおけ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにおいらは別の道を押さえておくか。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。はてさて、東の方だったかな。確かこの辺りに草木に埋もれたい。よし、合点承知。入り口が、お、あったあった。おりゃ、おいお前ら、槍の股座の恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。怪しいやつ、出会え出会え。見つかったか。しゃあねえな、黙らせるか。食らっとけ。打ち死に。打ち死に。次はどいつだ。死にてえやつからかかってきやがれ。おいら出番だ。おいよ、打ち死に。打ち死に。打ち死に。もう邪魔者はいねえよな。これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよ。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。ここから先に進みたきゃ槍の股座を越えていけろ。信長様も思いのほかやりますな。そうでなくては困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。敵の合流を許せば末盛将が危うくなる。何としてもこの席を死してよ。開門。待って。俺ら逃げろ。あれは化け物だ。開門。道が開いたらこのまま敵を蹴散らして進むぜ。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。あの数を蹴散らして中央を突破したって。オイラの活躍がかすんじまわねえかな。これで敵兵は浮き足立つだろう。
討ち死に。やっちまうぞ。あんた、お市様ですよね。信行殿に味方してらっしゃるんで。私はどちらの味方でもない。こんな戦いをやめてもらいたいだけ。討ち死に。やっちまうぞ。およ、討ち死に。秀吉、このマタザ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかっての。もう止められないの。開門。兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄夫婦に持っていかれたな。俺も信行様のため手加減なしでいきますよ。信長様。開門。行くか。どんどん行くぞ。どんどん。六太郎、なんで信行を止めねえんだ。何野暮なこと言ってんだ利家。お前は信行様のご覚悟を軽んじてるのか。じゃあもう何も言わねえよ。俺だって信長様についていくだけだ。決まっていた。信行様、俺にできるのはここまでだ。開門。信行、勝負あった。兵を引け。まだ終わってはいません。もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ。信行、私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。信行、この辺でやめとけって。こんなのお前らしくねえだろうが。すまない、マタザ。今さら引くことはできない。今はとにかくお前を倒す。そんで後で信長様とよく話し合え。さすが兄上だ。私の負けです。信行、なぜこのような真似を。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に
彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。あとは私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上、腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして、兄上の確固た血筋を根絶やし、お前の幼い娘までも手にかけろという。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。わかった。信行、お前に切腹を命じる。母、メイドで兄上のご分をお祈りしております。信行、これが乱世の断りゆえならば、俺が必ず壊してやる。なんてことを。またぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい、信長様。信長、待てよ。くそ。信行様が腹を召された以上、俺も老いばらを切らねば生き恥をさらすことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。戸賀を一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか、権六。兄様、俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。ぎょい。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます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 。ありがとうございました。長良川の戦いで父道山を討った斎藤義達は、新たな国司として美濃統一を強引に推し進めていた。その中で道山に味方した勢力は残らず駆逐され、明智光秀も消息を絶つ。一方、東海の覇者今川義元は姪の瀬名を家康に嫁がせることで三河を支配下に置くことに成功。その勢力圏は駿河、遠江、三河の三カ国に及び、いよいよ天下に号令戦と動き始めていた。
斎藤今川が勢いを増す中、弟信行の命と引き換えに内乱を鎮めた信長は家中の立て直しを急いでいた。しかしそんな折、今川義元が大軍を率いて尾張に侵攻を開始したとの急報がもたらされる。桶狭間の戦い。信長様、鷲津丸根の領取でより急死が。今川の大軍が尾張に向け動き出したようで。で、頼りになる信行兄様はもういない。いね、ないものばかり数えても勝てはしねえ。信長様、軍議などいらん。すぐに陣ぶれを出せ。支度が整い次第出陣するぞ。柴田の旦那、いよいよ今川と対決ですか。こりゃ手柄も上げ放題ですかね。気楽な野郎だ。相手は今川義元だぞ。本気で勝てると思ってんのか。さあ、おいらには分かりませんが、信長様なら何かやってくれると思いますよ。いい加減なことを。だが、ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。しまいかどうかまだ分かるまい。あなた、まさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。ええ、俺のやり方。皆の者、兵を進める。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。よしのため感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、田楽狭間へ向かうぞ。開門。俺を打つけとは侮ったか。聞かせていただこう。この俺を止めようとて無駄よ。本陣を置く前哨寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで尽きようとは。討ち死に。ところで打ち死に。惜しまず言いかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、織田家をお頼み申しましたぞ。打ち死に。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。煉瓦狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。行けて。押し元、覚悟。な、奇襲だ。皆の者、
落ち着け。この愛か、信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝水産水障りだ。何、奇襲が読まれていたか。影武者に増援、私たちがどう動くか義元にはお見通しだったようね。あそこが敵本陣ってわけね。見てなさい、すぐに落としてあげる。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ、敵が来たならば迎え撃つのみだ。開門。義元は連絡狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだ。策が当たり、義元は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。信長様は無事か。くそ、俺が見えまに食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ、槍の又瀬様のお通りだ。渡さめ、ようやく戻ったか。役目は果たした。飛行潮時か、織田も少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない、急ぎ抜けるぞ。開門。信長様。遅い。いいから手を貸せ。待てさ、お前の力が必要だ。おお、なんだってやってやるぜ。終わりのうつけめ、まだあがきおる。世に立てつく愚かさをその身で知るがよいわ。そこか、義元。次から次へと、このままじゃさすがに厳しいか。待たさ、権禄を助けて引き上げさせる。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった。およ、俺に任せてくれ。もはやうつけは風の前の塵に同じ。家康よ、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。欲しい家じゃねえか。お前、みんながどんだけ心配したと。悪い、どんだけ詫びても済まされねえ。だから俺はここで命を懸ける覚悟だ。兄上、戦いたくはありませんが、吉本公への義立てがまだ。義理に縛られ忍従の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。よし、である。家のため、家臣のため、私が進むべき道とは一体。せっかくの奇襲も無駄に終わった。まだ負けを認めないの。戦はこれからよ。これしきで諦めて、メイドで信行に合わせる顔がない。撃ち取ったぜ。耐えきれん、引かせてもらう。よっ、お手柄じゃねえか。打ち死に。おしえ、お前戻ってきたのか。
そのアホ面を待ちかねてたってんだよ。申し訳ねえ。ここを切り抜けたら説教はいくらでも聞くからよ。怪我はねえか、王子。シーエ、戻ってきてくれたんだね。敵将、討ち取ったぜ。耐えきれん、聞かせてもらう。もう最悪よ。なんとかしのいだな。で、信長様からのことづてなんだが。なるほどな、承知した。なあ、見てから撤収するぞ。他のとこにいる奴らにも伝えてくれ。とにかく兵を集めろってな。敗北条件変更。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の奇勢を削ぐことができよう。織田は本陣を捨てて逃げ散った。うつけのあがきもここまでよな。開門。であるか。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。今川の強さ、尾張の者どもに見せつけよう。引くことは断じて許さぬ。飛んでっちまえ。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。俺がやる。およ、奪還がなったか。これで少しは砦を守って撃たれた者たちの手向けとなろう。目障りだ。今川の偉大さ、その身に刻むがよいわ。討ち死に。くらえ。どけ。よかったな。これでは吉本様に合わせる顔がない。岡部様が敗れたようだぞ。どうすれば。織田の奴らが来たぞ。逃げろ。敵の二だか。残らず奪っておけ。次には兵糧だぞ。みんなで食っちまおう。くらっとけ。敵将、撃ったぎっといたぞ。討ち死に。俺がやる。およ。まだ懲りぬか。さらに攻め立てよ。ぶつけ目に他者の部位を見せつけるがよい。開門。よし。であるきた。全軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。後ろから織田勢だ。決まっていくぜ。これで今川勢は崩れよう。今こそ吉本を討ち取れ。おもれ、まだあがく。いかに羽虫が騒ごうと今川は微塵も動じぬわ。くらっとけ。諦めなかったから道が開けたんだ。敵将、撃ったぎっといたぞ。討ち死に。討ち死に。またこら。討ち死に。俺がやる。およ。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて、あの人に驚かされてばかりに。討ち死に。
おじさまには指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのは徳川の道。瀬名には引いてもらう。切り崩す。家康、腹をくくったようだな。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは義元の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づから引導を渡してくれるわ。打ち尻。敵将、打ち取ったぜ。ここは引くほかあるまい。この信長こそが天下無双よ。打ち尻。久しいな義元、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけめが、己が無力に絶望し果てるがよい。心得るか。さすがは義元、その胆力並ではない。俺も力を尽くさねばなるまい。目障りだ。壊してくれ。目障りだ。うつけめ、化けおったか。力なき者は力ある者に従うが道理だったな。認めぬ。この左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いやあ！お前の野望も左文字も。この信長がもらい受ける。それで、あの赤子はどうした？ああ、桃園に預けてきたよ。食うに困らねえようにはしてくれるはずだ。そうか、手間をかけたな。なあ信長様、少し織田を離れて頭を冷やして、俺はお前ら兄弟の本当の思いに気づいたんだ。だからこの先は。ああ、
この先ずっと今川にこき使われるものと思ってたが、どさくさで独立できて万々歳だな。それも兄上の寛大な処遇あってのことだ。この先の戦いでしっかりと恩を返さなくては。今川に従うことで生き残ってたくせに、いい気なものね。セナ、吉本公はもういないのだ。そなたもここが嫌なら駿河に戻ってもよいのだぞ。おじさまの言いつけで私はあんたに嫁いだの。おじさまはいつも正しかった。だから今川には戻らない。一生あんたから離れてあげないから。これからもよろしく頼む。見届けたわよ。最後に立っていたのは確かにあなただった。言っただろ、俺は殺されても死なん。本当にそんな気がしてきたわ。おお、お前が笑うとは。不思議ね、あなたといると心が少し軽くなる。少しか。お前の心にはまだ親父殿が居座っているらし。そうかもしれない。いつか父上の呪縛から解き放たれる日は来るのかしら。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。桶狭間の勝利で今川家の脅威から解放された信長は、徳川家康と改めて孝子の憂いを絶った信長は、次なる目標を美濃に定め、因縁の相手斎藤義達の討伐を決める。しかし義達の居城稲葉山城は難攻不落の堅城。稲葉山城の戦い。義元を討った今、次に攻めるべきは義達。俺は機長、斎藤が滅ぶ様を見たくなければ尾張に残れ。お前はどうしたい。わからない。私は今まで自分で何、私は父上に言われるままに生きてきた。父上が死んでも美濃に斎藤家が続く限り、あなたが斎藤家を滅ぼしてくれれば。ならば共に来て己が手で因縁を断つがいい。分かった、そうさせてもらうわ。よう秀吉、ついに身の攻めだな。思い切り暴れてやるぜ。貴様がかなって張り切ってんな。だがそう簡単に行くかね。そういや信長様も。ああ、どうやら信長様は角俣のあたりに城付だが、敵地で城を不審するなど。それなら敵に見つかる前に作っちまえば、資材を一気に組み上げて。だが助っ人がいるな。何をブツブツ言ってん。いや、こっちの話だ。この秀吉の活躍にこう動く。役目を果たすわ。よし、秀吉、いいぞ。さあ、旗印を掲げろ。
ツノマタ城、これにて完成だ。角俣城からなら崖を登ることができる。これで稲葉山城を攻められるぞ。秀吉がやったか。よし、全軍に号令。二手に分かれて角俣城に向かえ。角俣城は間違いなくこの戦の要だ。桃地の兄貴、敵に奪われないよう頼むぞ。俺を誰だと思ってやがる。とはいえどれだけ持つかわからねえがな。そこに。道山様は義達様を見限っておられた。美濃の主にふさわしいのは誰なんだ。私の帰るべき場所はそこに。もう斎藤家じゃない。戦いで因縁を断ち切ってみせる。よし、角俣へ進むぞ。開門。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。でも織田勢の攻め口はあそこだけ。あの城を抑えちゃえばこっちの勝ちかな。侵略ではない。親父殿より譲られた美濃、義達から奪い返すための戦よ。秀吉、よくやった。それに伊賀の野の地三太夫にございます。織田殿、以後お見知りおきを。しかし信長様、せっかく城を建てたものの敵の攻撃が激しくて進めそうにありませんや。案ずるな、間もなく援軍が来る。秀吉、三太夫、それまで耐えしのぐぞ。美濃の者たちは巨衆に迷っているようね。織田の強さを見せれば寝返るかもしれないわ。これみんな角俣の城に向かって。あの城さえ奪えば織田勢に勝てるから。斎藤の軍師は竹中半兵衛と言ったか。あんな奴を仲間にできたらな。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。
私は道山様のご意志に従い織田につく。他の者も解き伏せてまいる。開門。そこに近いぞ。踏みとどまれ。これで終わり。楽になりなさい。機長、やるではないか。受けてみなさい。美濃の主にふさわしいもの、俺以外にいねえ。信長ごときに奪えるものか。楽になりなさい。よし行くか。及ばすか。それまで。ただいま参上しましたぞ。これより攻勢に転じる。稲葉山城を包み込むように兵を進めよ。殿ども何をしている。さっさと織田勢の進軍を止めねえか。開門。今さら必死になろうと無駄よ。帰り討ちにしてくれるわ。これより我ら美濃三人衆は織田信長殿にお味方いたす。さてと、オイラたちは斎藤の軍師殿を黙らせに行くとしようか。秀吉は西へ向かったようだ。ならば我らは東回りで進もうぞ。行け。何としても角俣の城を奪うのだ。よし行くか。また敵の増援が角俣を狙っているようだ。おお、半兵衛殿の申された通り、敵が迷い込んできた。押し潰せ。オイラたちの動き、半兵衛にはお見通しだったか。秀吉が囲まれているか。救ってやらねば城攻めに支障が出よう。それなら稲葉山城の背後を取れよう。まずは味方を呼び込むか。美濃を狙うヌスッと共め、この力され、戦救援攻。おお、火星が来たか。これなら勝てる。およ、ひるんではならん。畳みかけよう。これで終わり。これで斎藤の兵力もだいぶ削れただろう。期待通りの戦ぶり。分かった。やはり信長はただのうつけじゃねえな。討ち死に。またこら。おりゃ。付き合いだ。敵将ぶった切っといたぞ。会う相手ではなかったか。よし、この地で布陣を固めておくとしよう。およ。ありがてえ、味方が来てくれたか。逃がさない。
がいる。そこに敵将舞い落ちた。引かせていただこう。いやはや、さすがでございますな。開門。やれやれ、なんとかしのいだな。今度こそ半兵衛のところへ行くぞ。角又に城を作った人、どんな人なのかな。直接相手をしないとわからないよね。半兵衛のやつ、自分で門を開けやがった。わかった。もしやオイラに興味を持ってくれたのか。この砦は渡さんぞ。秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど。これで敵はもう増援を呼び込めまい。角又城への攻撃も弱まるだろう。開門。斎藤家への忠義だと感謝する。姫様、感謝なんて無用です。受けてみなさい。成り行きでここまで来ただけですから。それなら木を見て去りなさい。そこに斎藤家はもう。いいえ、もう少しだけ戦わせてください。それが僕なりのけじめなんです。分かったよ、君の家来になってあげる。そういえば義達様に通じる裏道があるけど。開門。しゃあ、オイラの仲間になってくれるんだな。で、裏道があるって。よし、進むか。道は開けた。義達を撃て。父上、竹中半兵衛が裏切りました。背後より敵が迫っています。おのれ、夏起き、いざとなればお前は落ち延びろ。俺の怨念はお前が継ぐんだ。開門。ごめんなさい、義達。最後は私の手で。よし、我々も進軍するぞ。貴重、織田に染まりきった面だな。別に構わねえが。それでも斎藤家が続く限り、私の心には呪いが残る。その呪いを解きに来たってわけか。変わったな、今のお前。悪くねえよ。ありがとう、兄上。信長、親父に呼ばれて来やがったか。死んでも俺を苦しめやがる。親父殿はこうなると分かっていた。恨む、己の不明を恨め。これで終わり。終わりのうつけにこの国は渡さねえ。美濃の正当な主は俺だ。そこに受けてみなさい。
私の見立てが正しかったってのか。認めねえ。俺は認めねえぞ。討ち死に。これで終わったのね。斎藤は滅んだ。貴重。これでお前の心も解き放たれよう。秀吉、スノマタでの築城は見事だった。かの城なくして勝つのは難しかっただろう。はは、ありがたきお言葉ですが、スノマタ城はオイラ一人の手柄ではありません。ああ、分かっている。桃地三太夫と言ったな。さよう、お呼びいただければいつでも参上します。おやぎ、それと信長様、このものをオイラの配下に加えても構いませんか。改めまして、竹中半兵衛です。この度秀吉殿から仕官のお誘いをいただきまして。斎藤の軍師だったやつだな。秀吉に仕えたいのなら好きにしろ。オイラにさん付けなんかいらねえよ。頼りにしてっからな、半兵衛。今宵は盛大に宴かな。相変わらずのんきなやつだ。みな聞け、我らは今川を討ち斎藤を滅ぼした。もはや織田を脅かしてきた者たちはおらぬ。しかし一時の平穏に甘んじていては再び乱世に飲まれよう。ここで歩みを止めるわけにはいかぬ。乱世の断りを壊し新たな世を作る。それこそが織田信長の歩むべき道と覚悟した。ほう。天下一新。これをなすまで我らの戦いは終わらぬ。そう心得よ。はは。